はい、どうもマムです。こんばんは。オフ会をねしてきました。こんな様子でオフ会をしてきたんですけども、本当にね参加していただいた方々ありがとうございます。まあ、インフルエンサーをね目指したいというね発信者の方もお二人来られて、19やったっけ、大学1年生ということで、本当にね活動応援しております。そしてね前回のオフ会から参加していただいてた方もね、たくさんね来ていただいて、プラスで完全にね新規の方もたくさんね来ていただきました。本当にねたくさんの方とお話できて、楽しかったです。はい、もうね早くもまた皆さんに会いたくなっております。まずね、まあオフ会としてやったことは、まあ、ね、寿司とピザを用意したり、お酒もね用意して食べ物をね食いながら、まあ、自己紹介をしたりでね、まあ楽しく話して試着会をしました。はい、まあシオンのねウィンターコレクションのアイテムをねたくさん試着していただいて、着用された率直な、ね、意見とかもたくさんね言っていただいたので、そちらをね今回ご覧いただければなと思います。どうぞ。あ、いい、いい、ちょっと待って、嬉しい、ジャストフィッツ、ジャストフィッツ、マジで超いい。ファッションショー始まってる。そんな中も私も買ってきたので、まあ、絶対買おう俺これ。いや嬉しいです、めっちゃ。あのまあマッキーのコートを僕持ってたんですけど、あのこの元のベースのやつね、はい、あの冬のお台場の激風強いところ行ってもまあ寒くなかったっていうやつをベースにしてるんで、防寒性はまあバチボコに効いてるはず。暑いです、めちゃ暑いです。暑い、暑いよ、撮影大変だもん真夏で。これいい、真夏じゃないけど、うん、それサイズ S ですか、 M です。もうちょいね襟元はきつくなって、本場は、はい、本物はちょっとサンプルなんでしょ、広がってていいね、柔らかいです。いや好きっす、やっぱめっちゃ似合ってます。自然すぎて分からなかった。あ、そうです、履いてます。ウエストがベルトいらないんですよ、すごい、よかった。僕もねベルトなしでそれ XS はいきますね。 XS です、うん、嬉しい、履いてくれて。じゃあ分からん。あ、鏡いるやん。なんで、なんでない？忘れてたわ、その鏡問題。鏡いるんか。あ、ちょうどいいのがあったっすわ。鏡。ちょうどいいのが。見えます？あ、見ました。一応自撮りミラー的なやつ。モニターでね、カメラでインカメで画質 やばいですけど。めっちゃいいよこれ。うん、あでも指先とこのぐらいの指先好きかもしれないです。僕も好きです。持って帰んないでください。めっちゃテンパる。多分持って帰っても俺分からへんし、気づかんかもしれん。いい感じです、めっちゃ。首元エロいっすねこれ。エロいんですよ。やっぱデニムのシルエットやコートのサイズ感、ニットの生地感などね、たくさん褒めていただき、めっちゃね嬉しかったです。はい、次はね居酒屋の、まあ、半分個室みたいな感じか、あとはね、まあ、イベントスペースとかで、まあ、試着会だけするか、まあ、すると思うんで、ぜひねお気軽にお越しください。まあ、次はね11月ぐらいを開催をね目処に活動していきます。ではねご視聴いただきましたし、また次回お会いしましょう。以上、アリベデルチ、バイバイ、あっしゃー。